ただいまから教育子ども委員会を開会いたします。本日の記録署名者を藤岡委員にお願いいたします。これより議事に入ります。二託案件の審査を行います。議案第219号大阪市立学校設置条例の一部を改正する条例案及び関連する陳情第92号大阪市立 堀江幼稚園の民営化計画案に関する陳情書、他一件を一括して議題といたします。なお、陳情第94号については、前回の審査以降、136名分の追加署名が提出され、現在の署名数は1 11, 万1148名となっております。それでは、質疑なり、意見のある方はお願いいたします。委員長。 佐々木委員維新の会佐々木理恵ですよろしくお願いします堀江幼稚園の民営化に関する質疑をさせていただきます先の委員会におきまして各会派から堀江幼稚園の民営化に関し様々な意見があり我が会派としても西区役所と関係局の地域住民あるいは保護者の皆様への働きかけを注視してきたところでございます先の委員会後地域住民あるいは

昨年の7月8月の説明会におきましては、まあ、西区役所が中心となり、地域住民及び PTA 保護者の方に、西区の教育課題と待機児童数を説明し、その課題解消に向け、えー、堀江幼稚園を民営化し、この文化センター跡地に、公私園連携、養保連携型認定子ども園を開設する案を説明してまいりました。まあ先の委員会後につきましては、西区役所、子ども青少年局、教育委員会事務局の3所得合同で、 地域団体、PTA の会合での説明や、幼稚園保護者にお集まりいただいた説明会を開催するほか、個別にも地域団体、あるいは PTA の役員の皆様への説明を、延べ16回開催し、皆様方のご理解を得られるよう、これまで提案してきた案により、具体的な内容や、これまで頂戴したご意見やご疑問、ご懸念等に対し、より丁寧に説明に努めてきたところでございます。以上でございます。 委員長佐々木委員では、堀江幼稚園については、昨年10月の委員会において、幼児教育の重要性、幼稚園の園児、保護者の方々のご心労は十分理解していますが、それでもなお併設する堀江小学校の狭隘な運動場、さらに新校舎を建てることは、児童の教育環境を考えるとあってはならないとの見解を述べさせていただきました。これ以上 堀江小学校の運動場を共愛化させないためには、現在、堀江幼稚園の園舎が建っている土地を活用することが最善であり、堀江幼稚園の廃止時期については、堀江小学校校講座増築工事と連動していることから、平成31年3月末としているとのことでありました。堀江幼稚園を廃止するにあたっては、受け皿となる認定こども園の 解説が必須であると考えられますが、そのためにはいつまでに議会として判断をしなければ支障が出るのかお尋ねします。吉田幼稚園運営担当課長。お答えいたします。平成31年3月末で一律幼稚園を廃止するためには。 遅くとも平成31年4月1日には受け皿となる認定子ども園が開設されている必要がございます。認定子ども園新設にあたり、園の施設整備補助を活用する場合には、平成29年1月の時点で設計図面を準備した上で大阪府のヒアリングを受ける必要があり、遅くとも平成28年12月中には設計が出来上がっている必要があると考えております。法人決定後、 地域の要望等の中から設計に反映すべきものについては法人と調整が必要であり平成28年10月には法人を決定する必要がございます法人の設定期間、えー、選定期間といたしまして最低でも4ヶ月程度を要しますが協定内容や公募条件の検討にあたってはアンケート等により事前に保護者等の意向を聴取し検討する必要があると考えておりそれらの準備期間も考慮すると 本市会の会期中、平成二十八年一月には条例を議決いただく必要があると考えております。以上でございます。委員長。佐々木委員。堀江幼稚園の受け皿となる認定子ども園が地域住民にしっかりと受け入れられ、より良い幼児教育施設として円満に開設されるためには、利用者となる保護者や 地域の意見をよく聞いていいいててたたただき進めていただきき進めところですしかし、ご回答にもあったとおり、平成31年4月1日に認定こども園オープンを想定して、逆算すると、協定内容や公募条件を確定し、事業を請け負う法人を決定して、具体案な設計図を確定するためには、今歯会会期中に条例制定は必至というギリギリの時期とのことです。 一方、法人にとっては、施設を新築し、新たに園を運営することは、非常に大きな責任を伴う経営判断が必要な事業であります。法人として責任を負える、しっかりと提案を行うためには、当然、実行のための時間も必要になります。そのための時間が短くなればなるほど、良心的な法人には逃げられてしまう可能性が出てきます。 つまり、この司会の会期中において、条例制定に至らないまま、案件を先,先延ばしにすることは、もはや許されないことであります。仮にそのような事態を迎えた場合、たとえ一時的であるにせよ、工事の遅れにより、西区の幼児教育施設が減ってしまうということも危惧されてきます。当然、待機児童は新たに、そして大量に生み出すことにもなります。 そのようなことになれば、西区の幼児教育環境への保護者の信頼は大きく揺らぐことになってもしまなってしまいます。さらに、これ以上、堀江幼稚園に関わる案件への結論を先延ばしにすれば。いたずらに保護者や地域の皆様の混乱を長引かせるだけではありません。堀江幼稚園の敷地に、堀江小学校の新校舎を増築する案も頓挫してしまいます。同校の児童増加数は。 著しく運動上にも増築する案では、身体機能の向上が著しい成長期にある子どもの運動能力を満たすことはもはやできなくなります。皆様の多くがやはり人の親でもある以上私、私としても、現実をしっかりと見ていただきたいです。 それでなくても、狭いな運動場を潰してまで、信仰者を増築するのではなく、地域住民の方々にしっかりと愛される業者を見極めた上、新たに認定こども園を開設させる一方、堀江幼稚園跡地は、信仰者建設とさせていただきたいです、その結果、一日の大半をそれらの教育施設で過ごす幼児や児童、生徒たちが安心してのびのびと生活できる環境がもた,さもたらされます。 そのような環境づくりが私たち大人の、そして親としての使命だとも思っています。もはや結論を先延ばしにすることはできない。時期に来ているという共通の認識のも本日の委員会が開催されていると。我が会派は認識しています。幼稚園の民営化という観点からだけでなく、堀江小学校の幼児。堀江小学校の教育環境を少しでも改善したい。そういう観点から。 堀江幼稚園の民間移管を進めること司会としての喫緊の責務であると考えています次に市長にお尋ねをします司会での市政方針演説において現役世代への重点投資とりわけ子育て子どもの教育について特に力を入れて取り組むとの力強いお話がありました都心部においては人口が流入する傾向が続いており特に子育て層などでは 若い世代が増加していることで堀江小学校・堀江中学校などのように児童・生徒数が急増し教育環境の改善が必要な課題校が増えてきていますその一方、クラス替えができない人間関係が固定化するなど教育環境に課題が多く持っている歌唱校もたくさんあります課題校と歌唱校とでは状況は異なりますが どちらも喫緊に対応すべき課題であると考えます。今回はとりわけ堀江小学校において、平成三十三年度には、四十五学級にまでなり、狭い運動場に千五百人を超える児童が引き締めき合う状況が見込まれています。私も、小さな子どもを持つ親として、市長が掲げる教育・保育の充実は、今すぐ着手すべき課題であるとも考えています。 子育て層の若い世代の定住をしっかりと促進し、活力あるまちづくりにも貢献するために、こうした児童・生徒が急増するエリアの学校適正配置の取り込みについても、重点的に取り組んでいくべきだと考えます。 本市が将来にわたって活気ある元気な街であり続けるためには時代の大阪を担う子どもたちが素晴らしい教育をしっかりと受けられる環境親たちが子育てしやすい環境を作ることが大切だと考えておりますでそのためにも課題校を含めた学校の適正配置をしっかりと進める必要があるという,ふうに考えております 今回の堀江幼稚園の民営化に関連した市の対応案は、まず三つございまして、一つは認可保育所に入れない未入所児童への対応の点、それから堀江小学校をはじめとします学校の教育環境の改善への対応の点、それから子ども文化センター跡地の有効活用というこの三つの喫緊の課題に対応した最善のプランであると。 いうふうに考えております私としましても、子どもたちの保育、教育環境の充実のため、小学校の分離や堀江中学校の教諭解消なども含めた抜本的な教育環境改善策を着実に進めていきたいと考えております委員長佐々木委員ありがとうございます。一日の大半そして 何年にもわたる長期間を学校で過ごす児童・生徒にとって、どれほど劣悪な教育環境であろうとも、児童数が急増しているので仕方ない、我慢すべきという話は全く承服しがたい話です、大阪市においても、特定の地域における初等教育現場の格差問題になるのでは、この問題はなるのではないでしょうか。例えばこれが 私立の小学校、中学校の問題だとしたらどうでしょう、教育方針や内容もさることながら、校庭が教いすぎて、一般の児童・生徒がまともな運動もできず、教室が少なすぎて、児童・生徒のレベルに応じたクラス分けもできないなど、そのような私立の学校はおそらく誰も受験しないということになってしまいます。教育現場という点では、公立校も目指すべき理念は同じであるはずだと考えています。 市長もおっしゃいましたように、大阪市が元気な街であり続けるためには、次世代を担う子どもたちは、素晴らしい教育を、親にとっては子育てしやすい環境づくりが大切です。しかし、今の堀江小学校周辺部の学童期を迎えている、抱えている子どもたちを持つ世帯の人口急増減少では、この理念からは程遠い状況になっています。 そして堀江中学校も平成33年には、今の小学校と同じ状況、生徒数が増え、教室の問題、グラウンドの教会化にも、この問題にも取り組んでいかなければいけない問題だと思っています。先ほどの質疑でも意見表明をさせていただいたとおり、堀江幼稚園、認定こども園、そして堀江小学校などの場所的リソースを適正に再配分することにより、人口急増に対応できる。 幼児初等教育現場の共愛問題などを改善することが可能になるはずです。堀江幼稚園民営化という議案は、単なる幼稚園の幼児教育だけにとどまらず、大阪市の初等中等教育の今後の在り方にも大きく影響を及ぼすものであり、今後、類似の問題を抱えた地域における事案解決のために、私は有益かつ重要なモデルケースにもなると考えています。 そのような意義を有する結果となるよう、私自身、関係閣議にあっては、真摯に取り組んでいただくことをお願い申し上げまして、私の質疑とさせていただきます。